3時間後には飼い主のところに電話かかってきたらしいわ。ウニさん合格ですって。チャラいわーほんま。まあ今日も余裕で合格します。あーでも今日実技審査あるから心配やな。あ、ウニさんこんにちは。採用担当のししゃもです。本日は二次面接ですね。一次面接と同様、まあこのようなご時世ですので、Zoom での開催となりますが、よろしくお願いします。はいはい、お願いします。はい、始めようや。あ、はい。では早速質問の方、させていただきます。まあ、遠慮なく聞いてや。では、早速ですが、ペットショップで、頑張ったこと、何かございますか？まあそうやな。まあ、ペットショップの頃は、清掃クラブってやつに所属してました。みんながしたうんこをウニが食べてきれいにしたりしてましたわ。みんな、お前掃除機か言うて、まあ、ペットショップではレジェンド的な存在やったわ。なるほど。なんかその中で得たものとかはございますか？まあそうやな。まあ、早食いのスキルはついたわな。ペットショップのお姉さんにはしょっちゅう可愛がられてましたわ。ウニちゃんまた食べちゃったの。なるほど、そうだったんですね。まあペットショップでもアイドル的な存在だったんですね。今もそうですけど。あ、ありがとうございます。では次の質問ですが、海さんのキャリアプランを教えてください。この先もチワワやっていくつもりです。あ、はい、わかりました。チワワの先は何になりたいとかございますか？そうやな、チワワの次は柴犬目指そうかな思ってるわ。その先はやっぱハスキーやな。かっこいいやん、あいつ。いい匂いするし。あ、ありがとうございます。では、早速実技試験に入りたいと思います。お題は、トイレシートの上でうんこをしてもらうです。今回ですね、Zoom では披露していただくことが難しいので、飼い主様に事前に、ビデオを送っていただきましたので、そちらをまず一緒にご覧いただけますか？そんなん聞いてへんね。お前勝手なことしたら許さへんね、ほんま。ちょ、お前もうほんとぶっ飛ばしたんねん、ほんま。今洗ったのに。キャーでか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 い。なんなんやねんこのビデオ。関係ないやろ。これ実力とちゃうで。これ勘違いしてもらっちゃ困るで、ほんまに。というか、こそこそ裏でやり取りするのやめてくれへんかな、ほんまに。実技試験で失敗しても面接不合格ということにはならないので、面接後にまた審査させていただきますね。では次ですね、海さんの特技を、披露していただきます。あー、これは特技やわ。はい、行きます。歌います。崖の上のウニ。ウニウニウニチワワの子、小島からやってきた。ウニウニウニチワワの子、今日も元気にうんこする。くちゃくちゃペロペロ、うんこっておいしいな、食べちゃおう。にぎにぎコロコロ、うんこっていいな、遊んじゃおう。うんこと食べると心も踊るよ。パクパクごっくん、パクパクごっくん、うんこが大好き。抹茶茶のうにうにうに、うんこの子嬉しい、眉毛がチャームポイント。うにうにうにチワワの子、今日も元気にうんこする。あ、はい、ありがとうございます。やっぱり歌の方はすごいんですね。噂通りですね。もうそんな褒めんといてや、もう照れますわ。はい、では二次面接終了となります。また結果については飼い主様にお伝えさせていただきます。うっせうっせうっせわ。
はい、ありがとうございました。失礼します。あ、ありがとうございました。今日も緊張したわ。ちょっと歌噛んでしもうたな。まあまあまあ、今回も余裕で合格ですわ。うんこはちょっと失敗したけど、歌で挽回したやろ。さすがうにちゃんですわ。